縦山カルデラ三田ヶ原上岸寺川室戸を飛び、山崩れ飛び、山飛び山崩れ周辺の地形図飛び山崩れは、1858年4月9日の飛び越し地震により発生した縦山連峰、飛び山の三大崩壊である。飛び崩れ、大飛び崩れとも言う。1707年に静岡県で起きた大谷崩れ、1911年に長野県で起きた、 冷えた山崩れとともに日本三大崩れの一つとされる。1858年4月9日、越中、日田国境の後津川断層を震源とする飛び越し地震が発生した。地震の規模はマグニチュード7.1と推定されている。地震により、立山連峰の飛び山が三大崩壊を起こした。飛び山には大飛び山と小飛び山の二つのピークがあったが、 山体崩壊により大飛山と小飛山は完全に消滅し、立山カルデラに大量の土砂が流れ込んだ。カルデラ内の立山温泉では当時客と不審作業に従事していた人足が土石流に巻き込まれて死亡した。飛山崩れの後、かつては中央部に山があった。上岸寺川、神津川、黒部川などでは稼働閉塞が発生した。特に、 上岸寺川の稼働閉塞は飛び越し地震の余震などで決壊し下流に大きな被害を与えた。崩壊土砂量は全量で4.1億立方メートルと推定され地震性の三大崩壊として判明している分では有史以来日本最大規模のものである。その後も土砂の流出でたびたび土砂災害が発生しており立山カルデラでは現在も 砂防工事が行われている。カルデラ内に残存している土砂の量は21世紀、初頭の時点で約2億立方メートルで、これは仮にすべて流出したとすると、富山平野が厚さ2メートルの土砂で覆われてしまうほどの量である。ありがとうございます。